株式会社オンテックスは日本の住宅、ビル、マンションのリフォーム会社。1984年創業。リフォームの他に不動産事業、温浴事業なども行っている。塗装工事会社としては日本で初めて自社職人の専門教育施設、オンテックステクニカルスクールを設立した企業である。特定建設建設業許可。 国土交通大臣許可第2381号、第2381号、リフォーム専業売上高10年連続1位。2017年7月から CM イメージキャラクターとしてデーモン閣下を起用している。2006年4月に企業内に開校したオンテックステクニカルスクールは、2008年3月には大阪府より認定職業訓練として、 認定を受けたことにより、職業能力開発促進法、第24条及び第25条に基づいて、職業能力開発法として位置づけられた。同法、第21条及び第26条の2に基づき技能調査に合格することにより、技能司法の称号が得られ、二級技能検定試験の全額化が免除される。国土交通省建設業大臣許可業者。 一覧閲覧、住宅リフォーム市場データブック2011から2020業種別リフォームランキング、リフォーム産業新聞社発行 AB 遠隔、技能検定試験の免除 AB、地域社会への貢献。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、貝塚市へ、救急講習機材一式を寄贈しました。外壁、屋根の塗装、 リフォームはオンテックス。2019年7月22日へ閲覧。泉市へ無人航空機2機を寄贈しました。外壁、屋根の塗装、リフォームはオンテックス。2019年7月22日へ閲覧。富田林市へ消防、防災関連物品を寄贈しました。外壁、屋根の塗装、リフォームはオンテックス。二千十九年七月十二日へ閲覧。 富んだばへ、消防、防災関連物品を寄贈しました。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、ニューストピックス。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、大阪市消防局へ、消防車とマイクロバスを寄贈し、感謝状をいただきました。 外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、ニューストピックス。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、地域社会への貢献。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、ニューストピックス。外壁、 屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、ニューストピックス。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、ニューストピックス。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年7月22日閲覧、ニューストピックス。外壁、 屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年8月29日閲覧、ニューストピックス。外壁、屋根の塗装、リフォームは、オンテックス。2019年8月29日閲覧、ありがとうございます。